あ、てかね、テンション上がったといえばね、プレゼントペコーラさん、あの全部ね、誕生日プレゼントさ、その部屋に入りきらないからまだちゃんと見れてないものとかあったペコなんだけど、そう、もうさすがにマミーがさ、ダメって言っちゃって、その廊下にねずっと置いてたペコなんだけど、もうしびれ聞かせてマミーがね、もう片付けようってちゃんと見ようみたいな感じで、そうリビング使っていいから、あのもう廊下ダメっつって、そう一緒に片付けた。ありがとうね、テンション上がったわ。わっ、これ入ってる、あ、またマスク来た来たとか言いながらちょっと二人でね開けてたマミーが、え、これいいねって、ダメっつって、これペコなんだからダメだよっつって、一緒に片付けた。もう廊下が今すごい行きやすいよ、歩きやすいペコ、スッ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 ってマミー優しい。え、そう、仕分けでもくれた。これが日用品ね、これがあのゲームっぽいやつね、これがご飯系ねっつって、ダンボールに分けてくれて、リビングにも置いてある。ありがたいよ。そう、長風呂しちゃう最近、その半身浴にして携帯でなんか音楽かけたりとか、あとなんだろう、 YouTube 見たりとかゲームしたりとかして、どっちの半身左右じゃねえ、ペコなんだよね、左右じゃん。